丹羽孝希は、北海道苫小牧市出身の日本の男子卓球選手。162cm、51kg。血液型O型。家族は両親、姉、弟。左シェーク裏ドライブ型。スベンソンホールディングス所属。T リーグは TT 綾玉所属。ITTF 世界ランキング最高位は5位。段級位は7段。卓球選手だった父の影響で7歳から卓球を始める。父と元実業団選手、西村一行の指導を受け、出身地である苫小牧市の卓球チーム、ファイナルウィンに所属し、小学校低学年の頃から各全国大会に出場し常に同年代の全国トップクラスで活躍していた。11歳で U-18 日本代表に選出された。全日本選手権、ホープスで優勝し、翌年に、苫小牧市立緑小学校を卒業し、青森山田中学高等学校に入学した。2009年の世界選手権の前の3月に、開催された東京卓球選手権大会では、決勝で、張和博に勝ち国内シニア大会で、初優勝をした。2009年横浜市で開催された第50回世界、卓球選手権個人戦に、日本男子史上最年少で代表に選出され、予選を勝ち上がり本戦でも1勝を挙げた。2回戦にて当時世界ランク17位のオフチャロフに、敗れたものの2ゲームを取る、大健闘を見せた。2010年8月開催のシンガポールユースオリンピック代表に選ばれ、シングルスと混合団体で金メダルを獲得した。一つ年上の姉の丹羽美里は2009年に、苫小牧市立和光中学校を卒業後、青森山田高校に入学しその年のインターハイでの学校対抗優勝に貢献した。また2010年、2011年のインターハイでは2年連続シングルスベスト4に入った。2011年11月にバーレーンで開催された第9回世界ジュニア卓球選手権大会の男子シングルスで優勝した。これは2006年の松平健太選手に次ぐ日本選手2人目である。2012年3月の第51回世界卓球選手権団体戦で代表に選ばれ、日本の銅メダル獲得に貢献した。4月に行われたロンドン五輪アジア予選では、世界ランキング1位の馬龍を破る大金星を挙げ、五輪団体戦の出場権獲得とともに、自身初の五輪代表入りを決めた。ロンドンオリンピック団体戦では1回戦カナダに勝利したが準々決勝で香港に敗れた。ロンドンオリンピック終了直後から卓球、ブンデスリーガに参加し、主にヨーロッパで試合を重ねる。2013年1月全日本卓球選手権の決勝において、第4ゲームで3ゲーム目を水谷隼に取られ万事休すと思われたが、第5ゲームから盛り返し連続3ゲームを取り逆転の4-3で勝利した。自身初優勝を遂げる。翌月には卓球ブンデスリーガ出場のため再びドイツに渡った。また、この年の世界卓球では4回戦で馬龍に4-2で敗れている。2013世界選手権の4回戦の対馬龍戦2014年にロンドンオリンピック直後から所属していた卓球ブンデスリーガの所属チームを退団、最終年でもあった2年目は開幕15連勝を飾るなどレギュラーシーズン20勝4敗でリーグ最高勝率という記録を残した。そして同年の世界卓球では男子団体で銅メダル獲得に貢献した。2015年の世界卓球選手権男子個人戦ダブルスでも銅メダルを獲得し、リオデジャネイロ五輪の代表にも内定した。2016年に入り、用具契約をバタフライからVICTASに変更する。2016年リオデジャネイロオリンピックのシングルスでは4回戦で第6シードのファン・チンペイをフルゲームの末下し、準々決勝に進出したが、準々決勝で張継佳に敗れた。団体戦では、決勝で中国に敗れるも、日本男子初の銀メダル獲得に貢献した。2017年4月、明治大学を卒業して、スベンソン所属となった。2018年3月、秋開幕の T リーグに参戦する琉球アスティーダへのチーム所属が決まった。翌年のセカンドシーズンに木下マイスター東京に移籍した。2020年6月、T リーグのチームは岡山リベッツに移籍。2020年8月、スベンソンホールディングスとの所属契約更新が決定。10月1日、一般女性と入籍したことが、所属先のスベンソンホールディングスから発表された。2021年6月23日、第一子となる長女が誕生したことを、マネジメント会社であるスベンソンスポーツマーケティングが発表した。東京オリンピック卓球男子シングルスでは4回戦に、進みディミトリー・オフチャロフと対戦したが1-4で敗れた。全陣で台に張り付いての速攻が持ち味であり、相手に先手を取られた際も、積極的に振り切っていく両ハンドのカウンタープレーが特徴である。一方、同じプレースタイルの松平健太のように相手の球に合わせるカウンターではなく、自ら振り切っていくカウンターであり、非常に攻撃的なものとなっている。また、相手のドライブの回転を見切り、バウンド直後に手首で強烈な回転をかける、カットブロックなどの独創的なプレーも見られる。そのようなカウンタープレーを行うには速球に反応できる反射神経が必要とされる点で、メディアでは庭のことを天才としばしば表現される。一方、その小柄な体格から台から離れた打ち合いでは不利になることが多い。試合中は、喜怒哀楽が少なく勝ってもガッツポーズも少ない。ただしオリンピックや世界選手権などの大舞台、接戦の試合や対中国選手などの格上選手に勝った時などはガッツポーズを見せることがある。ありがとうございます。